はい、こんにちは、116インズです。今回の動画ではほんのわずかな期間活躍した選手、いわゆる一発屋と呼ばれる選手たちに焦点を当ててお話していきたいなと思います。まあ、マリナーズという球団、現在19年連続でポストシーズンを逃していまして、また球団創設から見ても44年間でポストシーズン進出はわずかに4回と、なかなか暗黒時代が長いチームとなっているんですけれども、ケン・グリフィー・ジュニア、ランディ・ジョンソン、アレックス・ロドリゲス、エドガー・マルチネス、イチロー選手などスター選手が誕生した反面、ファンたちが暗黒時代脱出のキーマンとして期待しながらも、その後活躍できず消えていった選手もまたたくさんいるんですね。今回はそんなマリナーズで一瞬の輝きを見せた6選手をご紹介していきたいなと思います。それでは早速見ていきましょう。はい、まず1人目はカーソン・スミス。2011年8巡目指名でマリナーズに入団した選手でして、入団した翌年2012年から本格的にリリーフ転向してから非常に速いスピードでマイナーを駆け上がりまして、2014年トリプル A で39試合防御率 2.31 と活躍した結果、この年メジャー昇格を果たし、9試合無失点と完璧なピッチングを見せまして、多くのファンがこのスミスを未来のクローザーとして期待しました。そしてその期待通り、翌2015年、スミスは70試合に登板して防御率は 2.31、70イニングで92奪三振と三振も量産し、またこの年クローザーのロドニーが不調であったため、途中からクローザーを務める時期もありました。この年のスミス、特にスライダーが非常に機能していまして、空振り率はなんと 50% 超え、マリナーズファンが思い描いていたような若手のクローザーの姿がそこにはありました。ただそんな大活躍したスミスをこの年のオフにレッドソックスへトレードしまして、正直何やってんだよと思ったんですけれども、ただレッドソックス移籍後のスミスは怪我に悩まされまして、16年以降はメジャーで29登板しか果たしていません。マリナーズでだけ光り輝いた非常に珍しいタイプの選手なのかなと思います。はい、続いて2人目は今年の途中までチームに在籍したダニエル・ボーゲルバック。このボーゲルバックをもはや一発屋と呼ばざるを得ない状況が個人的には残念でなりません。ボーゲルバックは2016年のシーズン中にカブスからトレードで獲得しまして、でずっとマイナーで結果を残していた選手ではありましたので、すぐにメジャーでの活躍も期待できるかと思っていたところ、なかなかですね MLB で結果を残すことができなかったんですね。16年から18年は本当にマイナーとメジャーを行ったり来たりの生活でしたし、 AAA では結果を残してもなかなかそのバッティングがメジャーで発揮できず、個人的には非常にやきもきしたそんな選手でもありましたね。ただ昨年ようやくファン待望のブレイクを果たしまして、3月4月の25試合で8本のホームラン、そして12割近い OPS を残すなど、ついにマイナーで見せていたようなバッティングが MLB でもできるようになり、結果前半戦だけで21本のホームランを放ちまして、初めてのオールスターにも選出されました。ただ後半戦に入ってからのボーゲルバックはそれこそ悲しいぐらい打てなくなってしまいまして、シーズン通算では30本ホームランを放つことができましたが、打率は2割をわずかに上回るような成績でしたし、そして今シーズンは昨年後半戦以上に深刻なスランプに陥ってしまって、結果シーズン途中で DFA、 その後ブルージェイズを経由してブルワーズで打撃の方を少し取り戻したようですが、マリナーズでのボーゲルバックは残念ながら一発屋と言わざるを得ないのかなと思いました。続いて3人目はダスティン・アクリー。近年のマリナーズ史上最大のどうしてこうなったと言いたくなるような選手ですね。個人的にはアクリー非常に好きな選手の一人でして、ツイッターのヘッダーにも設定しているほどなんですけれども、2009年全体2位指名を受けたアクリーはマリナーズの未来のスター選手として大変高い期待を寄せられていた選手ですね。天性のバッティングセンスの持ち主で、将来的には毎年首位打者争いに食い込んでくるような、そんな名打者になることを個人的に想像していたんですけれども、実際2011年に MLB デビューを果たしたアクリーは、90試合で打率2割7分3厘、ウィンザボールリプレイスメントは 3.7 を叩き出しまして、これはとんでもない選手が来たなと、本当にワクワクした記憶があります。スター選手への成長が期待された2012年シーズンは、日本での開幕戦いきなりホームランを放ちまして、これは今年はアクリーの年になるぞと思っていたところ、最終的に153試合で打率はわずか2割3分6厘と、彼の天性のバッティングセンスは影を潜めてしまいました。そしてその後もアクリーがルーキーシーズンを上回ることはなく、結局2015年の途中にヤンキースへトレードされ、2016年を最後に MLB での出場がない状況です。アクリーが期待通りスター選手に成長していたら、本当に現在のマリナーズはどうなっていたんでしょうね。
はい、続いて4人目はジェレミー・リーロー。2002年2巡目指名でホワイトソックスに入団したリーローは、2004年フレディ・ガルシアとのトレードでミゲル・オリーボー、そしてマイク・ボースと共にマリナーズに加入しました。この当時のリードはトッププロスペクトとして大変期待されていまして、2004年開幕前の時点でのベースボールアメリカのプロスペクトランキングでは全体25位、そしてトレードされた年の9月にメジャー昇格を果たすと、18試合で打率3割9分7厘と打ちまくりまして、この年のマリナーズは99敗を喫したんですが、負けが込んだシーズンの中でこのリードの存在というのは、マリナーズファンにとっても来季に向けて非常にポジティブになれるような、そんなリードの活躍でした。しかしリードが2004年9月のバッティングを取り戻すことはその後はなく、2005年141試合で打率は2割5分4厘、守備面は良かったんですが、バッティングで大きく期待を裏切ってしまうと、その後は徐々に役割を失ってしまい、2008年のオフにメッツへトレードされました。当時はイチロー選手も在籍していましたので、このリードの活躍を覚えているよって方も多いかと思いますし、子供ながらこのリードが将来にわたってセンターで活躍してくれるのかなと期待していましたが、まあなかなかうまくいかないですね。ちなみに現在はエンゼルスの打撃コーチを務めています。はい、続いて5人目はリードと同じ時期にデビューしたバッキー・ジェイコブセン。ジェイコブセンは MLB で通算1シーズンしかプレーしていないんですが、今でもマリナーズファンから大変支持を集めているなかなか変わった選手です。マリナーズに来るまでマイナー生活8年間を送っていた苦労人のスラッガーでして、マイナーでそれなりの成績を残したシーズンもあるんですが、 MLB にあと一歩届かない状況が長い間続いていました。しかし2004年、トリプル A で86試合で26ホーマーとホームランを量産しますと、この年早々にシーズンが終了したマリナーズは夏場にこのジェイコブセンを MLB に初めて昇格させました。するとこのジェイコブセン、デビューしてからの21試合で7ホーマー、OPS は10割超えと、打者不利なセーフコフィールドを本拠地としながら、バッティング面で大暴れしまして、フロントの期待を軽々と超え、またファンの心もあっという間にキャッチしました。しかし9月にもともと痛めていた膝の状態が悪化し、戦線離脱すると、翌年は手術を受けた影響で1試合も出場することができませんでした。せっかく掴んだメジャーリーガーとしての夢を手放したくなかったジェイコブセンは、この手術からの復帰を焦るあまり、膝が感知していない状態で復帰してしまって、結果それが彼の自慢のパワーに悪影響を及ぼしてしまい、結局ジェイコブセンのメジャーリーガーとしてのキャリアはこの2004年シーズンだけとなってしまいました。あの夏にジェイコブセンが見せてくれた夢は本当に一瞬のものでしたが、ただ今でも多くのマリナーズファンの心の中に深く刻まれているのではないでしょうか。はい、そして最後は少し昔の選手にはなってしまうんですが、おそらくマリナーズのチーム史上において最高のというのはちょっと変かもしれませんが、1シーズンの活躍が最もすごかった選手はおそらくこのデーブ・フレミングなんじゃないでしょうか。1990年の30目指名でマリナーズに入団したフレミングは、マリナーズ傘下のプロスペクトランキングでだいたい5位か6位ぐらいにランクインするような技巧派の左腕として期待されていました。ドラフトされた翌年の91年に MLB デビューを果たしまして、この年は9試合で防御率 6.62 と振るいませんでしたが、翌年の1992年はフレミングにとってキャリア最高の1年となりまして、開幕初登板は6回8失点と打ち込まれてしまいましたが、開幕2000発目の4月15日から6月9日まで9連勝を挙げるなど、ルーキーながら先発ローテーションの柱としていきなり大活躍しました。で、結果この年のフレミングは33試合で17勝、防御率 3.39 でウィンズアボブリプレイスメントも 5.1 と新人とは思えないような活躍を見せまして、結果新人王投票でも3位にランクインしました。ただこのルーキーイヤーに228回3分の1とかなりのイニングを投げたせいか、翌年から彼の生命線であるコマンドに問題を抱えるようになってしまったようで、92年と同じ活躍はできないまま95年の途中に移籍することとなってしまいました。なお現在フレミングは学校の先生を務めているようです。ということで今回6人の選手を見てきましたが、どの選手も一瞬見せた活躍は本当にどれも思わず将来を期待してしまうようなパフォーマンスではありましたので、それだけにその後活躍できなかったというのは非常に残念でならないですね。こういった選手たちの姿を見るとプロで長く活躍するのは本当に難しいことなんだと大変痛感させられます。一発屋と言ってしまうとちょっと聞こえは悪いのかもしれませんが、ただ MLB の舞台で一瞬でも輝くことはそれはとてつもなくすごいことでもありますので、期待通りの活躍はできなかったかもしれませんが、その点に関してだけは忘れないようにしたいなと思います。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。